こんばんは。おはようございます。本日はですね、清里に向かっております。八ヶ岳に今いるんですけれども、先ほどなんだっけな、名前、野辺山駅ですね。日本一標高の高い野辺山駅というところに行きまして、でその隣駅かな、隣駅の昔はね、高原の原宿と呼ばれていた清里駅近辺をね、歩いてみたいと思います。一度だけね、車で通ったことはあったんですけど、降りたことがなかったんで、結構ね、今は廃墟が多いということなので、私廃墟好きなので雰囲気を味わいに行きたいと思います。でい、あいつ来ましたよ、清里駅近辺もう始まってる廃墟がうわー、これは歩きたい。駐車場あるかな。前来た時はね、平日だったんで人っ子一人いなかったんですけど、今日は日曜日なんで人多いですね。って言っても人いないけど、全然。うわー、ここに来るまでもね、結構廃墟多かったんですよね。涙が出てくる。じゃあちょっと駐車場を探して、歩きます。昔は賑わっていたんですかね、このホテルも。車を止めました。そしてですね、早速裏手に廃墟がありましたね。見てください、このミルクポットはね、よく見ますね。清里の特集か何かね。こっちのお店もやってるのか分かんないんですよね。逆光で見えないんだけど、俺は。あー、痛い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 。見てください、この建物かなり大きいんですけどね。あ、電気ついてる上、解体作業中か。かなり大きめの施設です。放送が流れましたね。やべえっす。着いてからもうずっと廃墟の写真と動画を撮っていて、前に進めてないので、とりあえず清里駅ですね、清里駅に歩きますわ。さすがに駅前は結構開いてるお店がありますね。ただ人はほとんどいないですね、まあ、時期的なものもありますけどね。普通にいい駅ですね。はい、こちらが駅ですね。観光案内所があって、目の前に SL があって、そしてあの白い建物が清里駅ですね。SL に乗りました。こんな感じですね。これはね、
興奮しますね、こういうのは。何歳になっても。駅前一等地なんですけどね。あー、ライブとかある。ライブ、昔はどんな感じだったんでしょうね。この車もね、ブログとかで見たことありますね。では清里にグラタンで有名なお店があるみたいなので、そちらのお店に向かってみます。意外に混んでるかもしれないですね。はい、こちらがグラタン専門店アミさんですね。かなり評価がいいみたいなので、入ってみようと思います。残念ながらですね、まあ、混んでるのか、まあ、コロナの影響で席がね、あまり取れないのかわからないですけど、1時間以上待つということなので諦めました。いや、完全にね、グラタンを食べるつもりで来たので他のお店に入る気もしないですね。じゃあ一回車に戻って飲食店を探します。はい、清里駅を出ました。2つほど候補を見つけたんですけれども、一旦店の前を通ってみてどれだけ混んでるかを確認してみ、バフ。今清里の森というところに来てみたんですけど、ここもすごいですね。広い、見てください。うわー、鳥の群ついてる。駐車場に入ってみたんですけど、なんでしょうこのさびれ感。そしてなんか入り口がある。ファッションモールって書いてある。ちょっと降りてみよう。はい、入り口ですね。なんでアジトファッションモールか、アジトファッションモールって書かれてますね。下降りてみますか。足元危なそうなんで一回切りますね。あ、普通に行けますねこれ。いや、普通に綺麗な建物がたくさんありますね。混んでました。これはいいですね。あー、レストランもあ、ルミエールってさっき Google で見たな。あー、みんな食べてますね、楽しんでますね。なんか安心した。いやー、すごい寄り道をしてしまいましたね。まあ昔のこの辺りの栄え具合というか、そういうのを知らないんで、まあ今は時期的なものもあるので、サビレ感が出てるのかもしれないですけどね。本来のお盆の時期とかもっと混んでるのかな。いやー、混んでる。八ヶ岳クラブっていうところに行こうかなと思ったんですけど、もう満車ですね。満車で、あとは牧場レストランだっけな、そこもね、車通りそんなないんですけど、そこに行くともうパンパン。いやー、びっくり、舐めてましたわ。今途方に暮れてるので、とりあえず萌木の村って読むのかな、そこに行きます。ただそこもね、かなり大きなところだと思うんで、すんごい混んでると思うんですよね。向かってる途中にですね、雰囲気お酒で、Google 評価もいいところがあったので、そちらに入ってみます。やばいっす。
すごいおしゃれなことになってます。かわいい。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。そして雰囲気最高だった。テラス席もね、運よく空いて取れたんでね、最高でしたわ。本当にね、店の雰囲気とかがねいいですよ、この清里八ヶ岳近辺。今からですね、萌木の里、萌木の村だっけ、あれ忘れちゃいましたけど、行きます。はい、萌木の村着きました。こんなでかい施設だとは思いませんでしたね。レストランもすごいおしゃれ。ここでもよかった。やっぱりここにもともと来ようかなと思ってたんですけどね、だいぶ混雑してますね。さっきのところで正解だったかも。めちゃめちゃ広い。今日はフィールドバレーっていうのがあるんですかね。いやー、なんて今までね、この萌木の村この存在をスルーしていたんだろうっていうぐらい素敵な施設でしたね。今日時間がないんで、もう 20% ぐらいしか見れてないですけど、だからこう今ね、道もそれて車に戻ってます。あそこと、ここの施設だけでもう全然一つの動画にできるぐらいすごくいい施設。うわー、とりあえず車に戻ります。はい、車に戻ってきて今キロをたどっております。なめてた。本当にね、いい施設で、またね絶対に来ます。で現在ですね、2020年の8月2日かな、昨日が誕生日でっていうことで、まあ外出してましたけど、多分ね、もう昨日今日とか、まあ、一昨日とか含めコロナ相当やばいんで、もうここからしばらくね、おそらく外出はできないんじゃないかなっていうふうには思ってます。なので今回は結構いろんな動画をね撮りだめしましたけれども、また行きたいですね。八ヶ岳も行きたいレストランとか、今みたいな施設たくさんあったんで、またね落ち着いた頃に来てみたいなと思いました。というわけでですね、今回の旅、清里思ったよりね、楽しんじゃいました。本当に楽しくて、ドライブも楽しくて、5分ぐらいで終わる予定でしたけど15分とか、かなりの長編になりましたね。動画はこちらで終了したいと思います。よかったらですね、チャンネル登録、高評価していただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅でお会いしましょう。